雰囲気すごく良かったですよね。なんか、どう、何ちゃんとしなさいよ。いざやっぱ現場に立ってみると、なんか皆さんとお芝居するのが本当に楽しくって、すごくこうさらっと毒を吐くのがなんか心地よかった。私選挙権ないですけど。個別訪問って違法じゃ。静かに。僕はずっとあそういうことなんですねって全部受け入れてしまうような、ふわふわしたキャラクターでして、でそんな中、まあでも皆様が本当にエネルギッシュな中、本当に食らいついていくので精一杯でした。そうだったんですね。でも楽しかったです、すごく。もう受け止めてくださる方たちのもうやっぱりこうコメディセンスがもう抜群なので、言いたいことは全部言いましたっていう気分でこう家路につくという、とっても健康的なあの役だったなとは思います。雰囲気すごく良かったですよね。なんか、ど何これもなんかちょっと秘書っぽいんだけど、これ受け止め方が温度差がいつもあって、私はもう常に高温なんですけど、こっちはこうクールっていうそのやり取りが毎日面白かったです。本当ですよね、光と闇の戦い。